ソヨシ前は、中華民国の政治家。学位は修士。総統府秘書長、立法委員長、内政部長等を務めた。2012年中華民国総統選挙の副総統候補。1986年民主進歩党決闘に参加。1997年から平東県庁を2期、務め。2004年からは、陳水編政権下で内政部長。 行政院農業委員会主任委員を歴任した。2010年5月、台中市長選挙に出馬し、国民党現職の古市教に赤配するも前線したことから注目された。民進党秘書長を経て、2011年9月10日、2012年1月の総統選に出馬する蔡英文党主席から副総統候補に正式指名された。2012年1月14日、 二千十二年、中華民国総統選挙で落選。二千十六年二月一日、立法委員長に選出される。二千二十年一月三十一日、立法委員長退任。五月二十日の第二次、蔡英文政権発足に伴い陳菊に代わる、総統府秘書長に就任。八月二日、おいで、立法委員の蘇新清志が、終賄容疑で捜査を受けたことを受け。 総統府秘書長を辞職した。2016年5月16日、立法院に新たに設立された、超党派の対日交流議員連盟である、対日交流連予市会の会長に就任。ありがとうございます。